普通の今までの立ち方していただいていいですか。あ、肩幅でいいです。肩幅で電車乗ってた感じです。男性読みます。どういうことですか。今なんかすごい踏ん張ってません。頑張りました。頑張りましたね、はい。あそこから富士山見えるって知ってました。え今演技ですね。そんなめちゃめちゃ押しました僕。そんなじゃないですね。じゃあ申し訳ないんですけど、近藤さんの肩幅でもう一度これを置いていただいて、あの縦の夢だから。ユンケルもんなの？筋トレしたの3秒で。全然効かないんだよ。さっきで通過してるよ、嫌味ったらしく。なんで倒れないんだよって。でも全然踏ん張ってもないし、安定しますよね。